宅建試験、これだけは絶対覚えとこう。憲兵率の制限が適用されない場合、憲兵率の制限が適用されないとは、簡単に言えば敷地いっぱいに建物を建てることができるということ、つまり憲兵率 100% ということ。憲兵率の制限が適用されないのは次の3つ。1つ目、憲兵率が10分の8で、かつ防火地域内の耐火建築物等である場合、例えば商業地域は憲兵率が10分の8と決まっているので、商業地域内の防火地域内で耐火建築物等を建築する場合、憲兵率の制限はない。2つ目、巡査派出所、公衆便所、公共用フォロー、その他これらに類するもの。3つ目、公園、広場、道路、川などの上にある建物で、特定行政庁が安全上、防火上、および衛生上、支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの。これら3つのいずれかに該当する場合、憲兵率の制限は適用されません。